よりスマ対戦は、オランダ、北ブラバント州、ホールレ出身の元サッカー選手であり、オランダ代表として、フィファワールドカップと UEFA ユーロに二度ずつ出場した。ポジションはディフェンダー、既婚者であり、妻との間に二人の息子がいる、友人の練習に付き添ったことがきっかけで地元ホールレの SV ボブというクラブでサッカーを始め、9歳の時に、ビリムム2の下部組織に入団した。 1998から99シーズンにトップチームに昇格し、1999年2月27日の FC ユトレヒト戦でデビューした2004年までの6シーズンをビレム2で過ごし、2004年7月1日にコーアドリアンセ監督が率いる AZ アルクマールに移籍したが、度重なる負傷のためにトップチームでの地位獲得に厳しい時間を過ごした。 2006年8月1日、MF ラファエル・ハンデル・ファールトや MF ナイジェル・デ・ヨングなどのオランダ人が在籍していた、ドイツのハンブルガー SV に移籍した、移籍金は600万ユーロ。2007年10月20日の VFB ・シュトットガルト戦で移籍後初得点となる、値戦金ならぬ、また金のゴールを決めたが、この得点は、ハンブルガー SV のクラブ通算2500得点目となった。 2008年11月、2012年までの契約延長に合意した。2011年6月16日、スペインのマラガシー F と2年契約を結んだ。2012年8月10日に母国のヘイノールトに完全一席。フンテラールとマタイ戦2004年11月17日、アンドラ代表戦でオランダ代表デビューした。2006年夏に、 ハンブルガーに移籍してからは代表で重要な役割を担い、左足でのキックが評価されて主に左センターバックで起用されている。2008年にはオーストリアとスイスで共催された UEFA ユ u ロ2008の出場メンバーに選ばれ、当初はビルフレーとボーマにポジションを奪われそうになったが、十分なプレーを見せてレギュラーにとどまった。2010FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選にも常に招集され、他のどの選手よりも多くの時間に出場し、同予選最小失点に抑えたチームの重要な役割を担った、ベルトファンマルワイク監督によって2010 FIFA ワールドカップ本大会に出場するメンバーにも順当に選ばれ、グループリーグ初戦のデンマーク戦では先発出場した。ありがとうございます。